こんにちは。今日は静岡おでんを食べに宣言通りに来ました。いつもは静岡おでんを食べるってなると青葉通りにあるおでん横丁に行くんですけど、今回は昼間だったのでここにしました。のれんをくぐると早速ありました。静岡おでんです。静岡おでんとは静岡の郷土料理で、黒い煮汁で煮たおでんです。イワシやカツオの削り節、青のりをかけて食べるのが特徴です。入り口で早速店員さんに好きなおでんを取ってもらい、席に運びます。熱々の大根です。どれも味が染みててとっても美味しかったです。ここ小川は昭和23年創業の老舗おでん屋さんで、芸能人のサインもたくさんあります。メディアにもよく出ます。バナナマンさんもロケでいらっしゃっているようです。というわけで今日は静岡おでんでした。